にちは、ともみです。よろしくお願いします。入院してたんですけど、今日退院しました。5日間入院の予定だったんですけど、伸びて全部で1週間以上だから8日間の入院になってました。で、入院した理由は妊娠オソなんですけど、つわりが思ってた以上にすごい気持ち悪くて、で病院に電話で相談した日がもうその前日に嘔吐しちゃってて、嘔吐ずっとしちゃってて、お水も一口も飲めない状態だったんですけど、それなのにもう汗がすごい出ちゃってて、水分がどんどん出ちゃうのと、もう手足が震え出したり、ご飯も食べれない状態で、さつまいもを3口かじったところでも船酔いを超える酔いみたいなところに行っちゃって、もうダメだって、吐き気止めをもう飲み切っちゃってたし、吐き気止めを24時間浴びれるような環境に行かないと持たないなと思って、電話で相談して受診して緊急入院ということで即入院をさせていただきました。で、本当にありがたいんですけど、もうすごい辛かったです。なんか8週目、9週目、10週目がピークっていう人もいれば、つわりがなんかそれ以降にピークが来たって人もいるし、つわりって人それぞれだと思うんですけど、もう7月4日からが初めて嘔吐した日なんですけど、そっからもうずっと具合悪くて、ピークがいつなのかも分かんないぐらいずっと辛くて、で先生には食べれてる日もあるし、お水飲めてる日もあるし、毎日違うっていうのを伝えて、で多分脱水とか飢餓とかではないと思うけど、とにかくもう吐き気が強い、あと絵付きだけでももう隣の人に窓閉められるぐらいね、うるさいから、猛獣みたいにね、もうブワーってずっと何時間もやっちゃって、体力的にも厳しい、インナーマッスルがやばいですって言って、で吐き気止め飲み切っちゃったけど、吐き気止め単体だとあんまり効果がないけど、その以前やった点滴、吐き気止めの点滴はちょっと効果を感じたので、点滴かもうずっと毎日点滴したいという希望を出したら、多分そのつわりって個人のによるから、その人にしか分かんないから、もう辛いっていうことであればもう入院して吐き気止めをすぐに点滴で打ちましょうってことで、ずっと24時間この8日間やってました。長かった。だから売られた喧嘩を買った状態で買いきれなかったっていうのが本当に申し訳なくて、でも今自分で精一杯だから、ちょっと後ろ倒しにさせてほしいです。申し訳ない。そこはかま痛いんだけど申し訳ない。で今の時間帯はちょっとまだ喋れるし、絵づかない時間帯なので YouTube 撮ってるんですけど、もうこのあと何時間かしたら絵づきタイムになるのでおさらばします。でアメブロは毎日更新頑張ってるので、そっちに来てくれると嬉しいです。でその吐き気止めの効果は、入院した初日はやっぱ吐いちゃってなんかあんま感じなかったんですけど、次の日は吐く手前までここまでは来たんだけど、吐ききれなくて ずっとえずいて苦しくて、3日目の夜に点滴プラス蛍光の吐き気止めも飲んで、なんかちょっと収まったかな、吐き気抑えられて眠れたかなっていう実感があって、でもそれ以降は吐き気止めを打ちながら飲むっていうのをやって、えずくけどなんかその猛獣みたいにえずくっていうこともなくなったし、体力も温存できたし、
あのね、ブドウ糖とかも入れてるから結構元気出てきて、でご飯は食べれなかったんですよね。あんまり間食できたっていう日もあったけど、結局つわり食をオプションでやってたので、量少ないし、自分が見たくない食材を全部省いてたし、私水しか飲めない変なつわりなので、水カロリーないからってことで、ちょこちょこ食べれたけど、結局おしっこにケトンは出ちゃってて、脱水はしてないけどプチ気がしちゃって、これが続かないように家で吐き気止めちゃんと適切に飲んで、カロリーあるものを食べないといけないなっていうのを思いました。難しいけど。で、こういうダイエットはしたくなかったし、こういう痩せ方はしたくないだよ。でも、もうやるしかないとこまで来たので、突っ走ろうと思います。ケトンを次の検診で出さないようにしたいなと思います。で、まあ一応退院まではできたんですけど、その吐き気止めが効き出したし、体力をまず温存できたので、とりあえず退院したんですけど、全然8月ももう一回入院する可能性はあるので、そこを本当に引っかからないようにして、つわりあと1ヶ月くらいかな、頑張ろうと思います。ということで、頑張って生きてるともみでした。バイバーイ。